チェスター・シティさん、主力6名が退団しさ。今夏放出の噂が出ている選手、エデルソン、サウジ、デブライネ、サウジ、ベルナウド、スペイン方面、グリーリッシュ、ドイツ方面、アルバレス、ニュー、さすがにこれだけ移籍するときついな。ハーランド契約延長しないっぽいし、みんなシティ脱獄の動きが、続々と泥船してから脱出しててくさ。またシティの広報担当のクレイグ氏も今夏で退任し、ユナイテッド CCO へ就任、ペップも来夏で退任とされている。シティ有罪確定だろ、こんなん。どれだけユナイテッドに逃げるねん。CEO、CCO と脱出してきたな。CCO の仕事がいまいちわからんが、広報のトップなんかな。ぜひともホーム部門のトップも引き抜いてきてくれ。FA に引き渡すから。なんかまた一人不正クラブからの脱出者が来た。毎日のように出る脱北者。どんどんすごい奴が流れ着いてるような気がする。妙に裁判のニュース増えてきたし、そろそろクラブ内でもヤバいってなってきたんじゃないか。悪いのは不正に関わった人たちオーナーで、シティというクラブ選手監督ファンは被害者とも言えるから、オーナーおかしくないということをうちから声を上げる必要があるのではという指摘は確かに必要だよなと。不穏ですな。